夢の中の人数年前進学のために一人暮らしをするようになった頃からおかしな夢を見ることが増えました決まって夢なのか現実なのか曖昧になるほどリアルでとある男が自宅に忍び込んでくるんです 初めてその夢を見たのは大学生生活が始まってだいぶ一人暮らしに慣れてきた頃。当時、大学付近にある女性専用のアパートの1階に住んでいました。家具、家電付き、無料 Wi-Fi ありでセキュリティもそこそこいいとあって人気の物件で、運良く1階の部屋が空いていて入居できたんです。初めての一人暮らしで緊張していましたが、 1か月もすれば慣れるものでその日はバイトもなく早く眠れた日でした夢の中で私はふと目が覚めてベッドから起き上がります見慣れた散らかった部屋をぼーっと寝起きのような視界で見渡すとふと影が目に入ったんです少しカーテンの開いた窓を見ると見知らぬ男が窓ガラスにべっ 二人と張り付いいててこちらを見ていましたその瞬間「鍵を閉めなきゃ!」と頭に浮かぶと同時に窓へ近づくが男の方が一瞬早かった頭からつま先にかけて一気に冷えるような感覚と本能的に「逃げなくては!」と玄関へ体が向いた声を出そうにも出なくて家具にぶつかりながら玄関へと逃げました鍵を開け ドアノブに手をかけた途端背後から強い力で肩を引っ張られまるで投げるようにベッドに押し倒されたところで目が覚めました怖い夢を見た直後の心臓が痛いほどドクドク言っている音を聞きながら「夢でよかった」と思いましたでもなぜか違和感が拭えないんです「本当に夢だったの?」 そんな不安が消えず夢であることを確信したくて男が張り付いてた窓に近づきました鍵は閉まってるよかったやはり夢だった念のため玄関へ鍵を確認しにしかし玄関の鍵は開いてました 心臓がギュッと縮め上がるような感覚と夢である確信が消えてしまったことに恐怖を覚えました二回目は就職し借り上げの社宅に引っ越して一年ほど経った頃その日は休日で普段なら昼まで寝ているはずなのにかなり早くに目が覚めましたカーテンから差し込む明かりで朝だと分かり 携帯を見ると午前4時ごろを表示していて「夏ってこんな時間でも結構明るいんだな」と寝起きのぼんやりした頭で窓の方に寝返りを打とうとした時「ギュリ」と立て付けがあまりよくないベランダの窓が音を立てて開いたんです「えっ?と」とぼんやりした視界で音のした方を見ると 奇士感のある男が部屋に入ろうとしていました。夢の中だったからでしょうか。人間、とっさに声を出そうにも出ないもので、喉がぎゅっと締め付けられるような感覚に襲われ、かすれた音しか出ない。体も金縛りにあったかのように動かない。ニヤニヤと口元を歪めた男が私に手を伸ばそうとしてきた瞬間、やっと声が出ました。 なんと叫んだのかは記憶にないが、警察警察呼びます的な感じだったと思います。叫ぶと男はひるんだのか動きを止めました。気づけば体が動き、私はベッドから飛び起きて男を捕まえようとしました。今考えればかなり大胆なことをしたと思います。 私が今度は襲いかかろうとしたことで、慌てた男はベランダに逃げ、2階から飛び降りました。私も追いかけてベランダを出ると、早朝の少し冷たい空気と、誰もいない道路を男が全速力で走っていきました。男がいなくなったことを確認し、私はふらふらとベッドへ倒れ込みました。そこで目が覚めたんです。 今のは夢だったんだと脳みそで理解するまでかなりの時間がかかりましたそしてまた夢だった確信が欲しくてベランダの窓を見ると鍵はかかっていて玄関も今回はかかっていましたでもなぜか夢だと分かっても不安は拭えなかったんですそして3回目転職して都内の駅近物件に引っ越しをして 3ヶ月ほど経ったっ頃、早朝から用事があり自宅で身支度を整えていた時でした窓の方から視線を感じふとそちらを向くと道を一本挟んだ向かい側のマンションの非常階段に人が立っているんです時折タバコを吸っていたり電話をしている人を見かけていたので今回もそうだろうと思い カーテンを閉めようと窓に近づくと、その人物とばっちり目が合ってしまいました。そして、にやっと口元を歪めたのです。途端、騎士官に襲われました。あ,あ、この人、見たことある。そう思ったらもうダメでした。ぶわっと今までの夢のことを思い出してしまったのです。 慌ててカーテンを閉めて恐怖で早金のような心臓を抑えてうずくまってしまいました。しばらくしてやっとの思いで体を起こして外を見るともう男はいませんでした。その日から怖くてカーテンを開けることができずにいます。